ピウス四世は、ローマ教皇。本名は、ジョバンニ・アンジェロ・メディチ。中断していたトリエント公会議を再開し、完了させたことで、カトリックの対抗宗教改革の推進に大きく、寄与した。名字は同じだが、メディチ家との血縁はない。ミラノ出身。公証人の息子として生まれたが、父は、ミラノの清掃に巻き込まれ不遇で、家は貧しかった。また、 傭兵隊長、マリニャーの子となったジャンジャコモメディチは兄で、彼がフィレンツェコをコジモ一世に仕えたことは後に大きな意味を持つようになる。パビーア、ボローニャ大学で法学と医学を学び、1525年に教会法と市民法の博士号を取得、法律家として名声を博した。1527年にローマへ赴き、 教皇庁最高記録官の一人となる。パウルス三世の信任を得て、長身となり、兄と弟が教皇の家族と結婚していたことも相まって、1542年から1543年のオスマン帝国との戦争で、ハンガリートランシルバニアへ派遣された教皇軍の監督官に任命され、いくつかの町の長官から1545年に、ラグーザの大司教、 1547年に、ボローニャの教皇特殊代理を経て1549年に、数奇教になった。神聖ローマ皇帝兼スペイン王ーカール5世の、養精で1553年に、カッサーノ司教、1556年に、フォリーニョ司教となる。また3人の諸子を設けた。パウルス4世とは、スペイン政策で対立して一時ローマを離れるが、 彼の死後の1559年12月25日に教皇に選出され、1560年1月6日に大官ピウス4世として教皇座に就いた。厳格すぎたパウルス4世と違い大きな性格がローマ市民の人気を獲得、政策でもパウルス4世と異なり禁書目録の修正と異端審問の制限を行い、親、 ハプスブルク家政策を取り、スペイン、神聖ローマ帝国と関係改善を図り、スペインをフェリペ2世やおじの神聖ローマ皇帝、フェルディナント1世と友好関係を築いた。教皇として彼が初めに行ったことは、全教皇時代の反乱に参加したとされて断罪した、人々の恩赦と、全教皇のおいでかつ彼の下で戦王を尽くしたカルロ、カラファ・スー教とパリアーノ公 ジョバンニ・カラファ兄弟の裁判と両名の処刑であった。自らも老いのカルロ・ボッロメオを数奇教に任命したためネポティズムは引き継がれていたが、ボッロメオは対抗宗教改革に全力を尽くしてピウス四世に仕えた。他にも、前述の恩赦で異端の疑いをかけられ、全教皇に投獄されたジョバンニ・モローネ・数奇教を釈放している。 1562年1月18日、10年にわたって中断されていたトリエント公会議が再開され、ここに第3回期が始まった。トリエント公会議の再開には並々ならぬ動力が必要であった。それは公会議をめぐって、教皇庁だけでなく、フランス、スペイン、ドイツという教国の様々な思惑が錯綜していたからであった。ピウス4世は、 ボッロメをオスーキ教を呼び、モローネス機キ教の助力を得て、フェルディナント一世と交渉を重ね、公会議では、プロテスタントとの対話が完全に途絶える、各国代表団が司教と教皇の権威をめぐり、激論になるなど危うい展開が幾度か見られたが、なんとか、トリエント公会議を1563年12月4日の、閉会まで持っていくことができた。 公会議の議決及び協僚は1564年1月26日に直令として布告された。これがトリエント信条とも言われる有名なピウス4世の布告であり、スペインやフランスでは政治的な理由で限定的に受け入れられたにもかかわらず、カトリック世界全体に大きな影響を与えるものとなった。他にも改定した新たな禁書目録や、 ローマカトリックよりモンドーの審判を交換させている。1564年には、ナバラ王国の女王であったジャンヌ・ダルブレをカルビニスムの異端容疑で召喚したが、フランス王シャルル9世の激しい抗議によって撤回に追い込まれた。同年、オーストリアとボヘミアにおけるオチの配慮を認める直所を交付している。ピウス4世は、建築にも情熱を注いでおり、 ローマや、強硬領所都市の修復や装飾、あるいは要塞化のために建築事業を推進した。激しい避難にさらされたミケランジェロ・ブオナローティ作、最後の審判に対してピウス4世は、憲悪感を示した一人で、トリエント公会議も一部の人物像に腰布をつける、決議を下し、ダニエレダ・ブルテッダに実行させた。一方で、 ミケランジェロに1560年から1564年までピアモンの制作を任せている。上述の通り、ハプスブルク家と友好関係を保った一方で、フェリペ2世に疎まれいた日新文書から追われて、ポルトガルに亡命していたイエズスカイ氏、フランシスコ・ボルハに救いの手を差し伸べ、1561年にボルハをローマへ召喚する直将、イエズスカイ総長。 ディエゴ・ライネスへ届けた。ライネスカラピウス4世の召喚命令を伝えられた、ボルハはポルトガルを脱出、トリエント公会議に出席したライネスに代わり、ローマで、総長代理を務めることになる。メディチケとは、血縁はないが、知性を通して、フィレンツェコ・コジモ1世と深く結びついていた。兄が、コジモ1世に仕えていただけでなく、ピウス四世も、 コジモ一世に財政支援で強行選出を後押しされた事情があり、見返りにコジモ一世の次男ジョバンニを1560年3月28日に数期教に助任、コジモ一世のローマ表敬訪問を迎えたり、1562年にコジモ一世が結成した聖ステファノ騎士団の認可を与えたりしている。政略結婚にも手を貸し、 コジモ一世の長男フランチェスコとフェルディナント一世の娘ジョバンナの婚約を1563年に取り付け、教皇の死後1565年12月16日に結婚式が挙行された。コジモ一世がピウス四世と結びついた背景は、皇爵より上の称号を狙っていたからで、ハプスブルク家の反対を押し切りピウス四世の下で、 トスカーナ王の称号を受けることが目的だったが、ピウス4世の死去で挫折した。孤児も1世の野望が叶うのは、次の教皇ピウス5世の下で王より格下だが、公より格上のトスカーナ大公の称号を授与される1569年8月24日である。晩年の1565年には必要に迫られて、教皇領の税金を上げたため人気が下降 ベネデット・アッコルティラによる無本が計画されたが、事前に露見し未遂に終わった。ピウス4世は難を逃れたものの、間もなく、世を去った。66歳だった。次の教皇は、ピウス5世が選出された。遺体は初めサンピエトロ大聖堂へ埋葬され、1583年に、遺言に従い、サンタマリアデリアンジェリエ、デ・マルティリ聖堂へ移送された。 パイアス・ホー・ポープ・エンサイクロペディア・ブリタニカ・バンソン、P154。ABCDFG ・シンカトリック大辞典、編纂委員会、P152。ABC ・モンタネッリ、P229。松本、P205、P225、P266。ABC ・キリスト教人名辞典、P1167。ABC ・スチュアート、 P230 バンソン P154 P155 ABCD バンソン P155 モンタネッリ P229 P230 プロスペリ P83 モンタネッリ P230 P235 スチュワート P230 P231 プロスペリ P61 P97 P98 P104 P105 P111P113P246P247 石鍋 P179P180 木下 P142P165P171P173 石鍋 P180 クルーラス P451P452 松本 P224P229 ありがとうございます